北口橋場美花は日本の女子陸上競技選手。専門種目はやり投げ。やり投げの女子日本記録保持者。北海道旭川市出身。小学校時代からバドミントン、水泳の様々な大会に出場。旭川東高校進学とともに、クラブ顧問の松橋正美に誘われて陸上競技を始める。やり投げを始めてわずか2ヶ月で。 北海道大会で優勝し、2年次に高校総体優勝。2015年1月には、2020年、東京オリンピック代表選手候補に期待される、日本陸上競技連盟のダイヤモンドアスリートに認定された。2015年7月、コロンビアのカリで開催された第9回世界ユース陸上競技選手権大会では、女子首相を務め、 女子やり投げで 60m35 を投げて金メダルを獲得した。2016年4月、日本大学スポーツ科学部競技スポーツ学科に入学。大学生として迎えた同年5月8日のゴールデングランプリ川崎では、日本歴代2位となる 61m38 を記録して3位。6月の日本選手権直前に、 右肘い帯を損傷するも、翌年には痛みがなくなるまで回復した。2017年9月の第86回日本学生陸上競技大抗選手権大会では、最終6投目で60メートル49を投げて、大会新記録をマークして優勝した。コーチがいない状態が続いていたが、2018年11月、フィンランドでのやり投げの国際講習会の際に、 チェコのジュニアコーチをしていたデイビッドセッケラックコーチの指導方法に興味を持ち、英語が不慣れながらもメール等で交渉。熱意が通じ、2019年2月から1ヶ月間、単身チェコへ渡って指導を受けた。以降もセッケラックから指導を受けるため、北口はチェコ語を勉強している。2019年5月の第6回目南道校記念陸上競技大会では、 4投目に6 3ル5 8を投げて日本歴代2位を記録すると続く5投目には海老原幸が保持していた6 3ル8 0を5 0トルもオーバーする日本新記録アジア歴代5位となる64立方メートル6を投げて優勝したこの記録でオリンピック参加標準記録である6 4ル0 0を突破した同年6月の日本選手権では 大会記録を更新する63メートル68を投げ、初優勝を飾った。秋には世界選手権に出場するも、ここではわずか6センチメートル差で予選落ちに終わった。2020年4月、日本航空に入社。同年の日本選手権では、コロナ禍の調整不足もあって、連覇を果たせず、優勝を佐藤ゆ香に譲った。しかし、 東京オリンピック代表の最終選考会を兼ねた翌年の日本選手権では 61m49 を投げて2年ぶりに優勝し日本代表に内定した。2021年8月3日東京オリンピックの陸上競技女子やり投げ予選の1投目で 62m06 を記録し6位で決勝進出を決める。オリンピックでの女子日本選手によるートル超えの 投ては、北口が初めてであり、同種目の日本選手決勝進出は1964年の東京オリンピックの佐藤広子、片山美佐子以来57年ぶりの快挙であった。また、高記録を出したことによって、笑顔で走りながら飛び跳ねて大喜びする様を見せ、こちらも笑顔になる、チャーミングなどと SNS 上で反響を呼んだ。しかし、予選終了後から、 左は秋原に痛みが出て練習もままならず、痛みを押しても以下の決勝に出場するも55メートル42の記録で12人中12位。佐藤以来の入賞とはならず、決勝後は笑顔の代わりに涙を見せた。やり投げ方眼投げ、ありがとうございます。